相模原市では学校給食でおなじみ。今回は老舗のパン製造メーカーで工場見学です。今回はね、はい、学校給食で出てくるコッペパンを作る工場の見学に行きましょう。わー、給食が懐かしいな、うん、揚げパン大好きでした。私も好きだった。でもなぜかゆで卵が一緒に出て塩と混ざっちゃった思い出あるな何それ。目的地の荻野パン屋は圏央道相模原インターチェンジよりおよそ8分です。なんかお客さんすごくいっぱいいるね。ちょっとパンがなくなっちゃう前に行きましょう。そうだね、大人気だからね楽しみ。まずは見学だよ。そうだ給食に始まり、実に200種類以上のパンを販売する荻野パン。こんにちは、よろしくお願いします。荻野さんなんですね。はい、荻野パンの荻野です今回は特別に社長の荻野さんに案内してもらいます。こちらの無料見学通路では給食パンの製造ラインを見ることができます。こんがり焼かれたパンがどんどん出てきますね。1日トータルするとパン何個作るんですか？忙しかった時に1万7千個ぐらい給食とか全然入れないで、入れないで、はい、すごいね。さらに奥に進むと、こちらは焼いたパンを冷ますスパイラルコンベア。30分かけて熱を冷ますそうです。かわいい、なんか流れていくのが、うん、そうですね、ちょっとコロコロしてるんで、はい、検査をして、はい、その後目視点検をして箱に収めていきます。意外と手作業だらけです。あ、そうなんですね、はい、あんこを詰めるのも1日多いと1万2000個ぐらい作るんですけど、わすごい、全部手で詰めてるんで。なるほど、毎日スタッフさんが一つ一つ確認しながら作ってくれるから安全に食べることができるんですね。何校ぐらいにおろしてらっしゃるんですか？小学校は52校です、ね、すごい地元に根付いたパン屋さん。そうだよ。工場には出来たての揚げパンを味わえる売店があるそうですよ。食べてみて。うん、給食はさ、もうこれだけはみんな取り合いだったよ ね。幸せな味ですね、これ、うんうんうん、子供の頃はさ、当たり前のように食べた給食のパンだけどさ、うん、はい、こうやって作る工程見るとみんな荻野パンで元気に大きくなったんだなって、ね、なんか感慨深いわ、うん、子供はもちろん大人も楽しめますよね。本当だね。美味しく学べるパン工場。この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。どのルートで渋滞避けよう。東名リニューアル工事渋滞減らしたいキャンペーン、専用アプリを登録してクーポンをゲット。詳しくは東名工事で検索。次回は足湯でまったり箱根奈良屋カフェ。